ね、その病院の方に不思議分を聞いてもらいたいんだけど、そういうことのようですよね。繰り返して申し上げるけどね、これからねいつ入るか分かんないその毒性の強いね、越後型のインフルエンザってのは全く人類にとって未経験のものだし、かつてのスペイン風邪は非常に多くの死者を出しましたが、あれ死体扱いかねてね、ヨーロッパの国なんか氷河に投げ込んだり、凍土に埋めたりした、この温暖化のおかげでその死体が出てきてね、調べてみたら、水鳥にしかないインフルエンザがスペイン風邪の元凶だった。今度は水鳥というか鳥のインフルエンザということがですね、恐怖の対象になったわけだけども、中国でも死者が出ましたな。これはね、中国というかなかなか情報のわからない国でね、私もこの体育祭が行かないんだけども、ダボス会議に何か行った時に、何度目の年でしたかね、要するに国際的な感染症をどうやって防ぐかってシンポジウム、セッションに出ましてね、その時ちょうど SARS があって、あの時はね、いろんな噂があってね、中国は正確な情報を発しないから、あれはね、生物科学兵器のハンドリングが悪かったんだという噂があった。ヨーロッパ、あと全部ヨーロッパのメンバーだったけど、その人たちがそういう冗談を本気で言ってましたな。今度の場合ね、それは要するに、なんていうか、ああいう形でウイルスだと分かったけど、越後型のインフルエンザウイルスっていうのは予測はされてるけどね、それはどういう形で形変えて爆発力を持つかってことは全く分からない。しかしやっぱり温暖化というのは刻一刻物が迫ってきてるっていうのは確かですが、ついで申しますとね、専門家に聞きますと、この間何千人かなお医者さんが特にプレパンデミックのワクチン打ったでしょ。で、20何%の人がね、カタログになったって、入院した人は何人かいたらしいけど、これはちょっと極端な体質なんだろうけども、ワクチン打つと大体だるくなるわな。人によって違うけどね、それをもってね、どうでしょうね、プレパンデミックワクチンの効果についての評価ってにわかに下せないんじゃないかな。私は、打ってもらえるなら自分で打っておきたいですな。